リーディアスです。今日はね、コロンビア、ベネズエラ、カラカスで、治安の悪いところとか、なんか物価とかね、いろいろ紹介したと思うけど、今回も恒例企画っていうのをこのベネズエラでやりたいと思う。みんな多分あんまイメージないと思うし、しかもベネズエラ今まで見てた景色とは多分だいぶ違う綺麗なね、こうプラザカラカスとかあそこにも書いてあるんだけど、なんかねすごい、どこやろうね、日本でいうこう表参道みたいな場所で、結構若い子も多くて、ファッションもねすごいキラキラしてる人多いよね。それを置いといて、今日行くのはねここです。ドン、マクドナルド。ね、世界中のマクドナルドを紹介しようと思うんで、ベネズエラのマクドナルドどんな感じなのかというのを紹介したいと思います。じゃあ早速行こう。マジこの辺以外のカラカスの街はやばい。マジリアル北斗の拳みたいな感じで、壊滅しようね。誰もなんか、治安やばい、警官たちは街を守るために、警官か軍隊か、軍隊の人がね銃持っちゃうよね。警察の人はあんま銃持ってないけど、でも警察の数がね結構多い場所と少ない場所があって、やっぱ少ない場所はもうかなりやばい。俺らの泊まっちゃうホテルの近くが一番少ない場所。はい、着いた。こっちが正面やったら、あ、ここになる。めっちゃガラッとしないマクドナルド貸し切りになってる。なぜならね、連れてってくれる人もいるから。すごくね、このマック大人もらんないけど、ベネズエラでもよく食べられちゃう朝ごはん的なやつだけど、これがスタンダードなんでね。じゃあこのエンパナーダからいただきます。めちゃくちゃ熱い。いただきます。おっ、おいしい。これすごい、ハッシュドポテト、みんな食べたことあるんだけど、ハッシュドポテトの中にこのミンチみたいなお肉が結構たくさん入っちゃって、味がめっちゃうまい。しかもぬかぬか、あっ、これ出来たて、うわ、肉が大量に、これで250円。うまい。これはね、予想できない。お茶みたいじゃない、お茶かな。ジュースみたいな、なんかすごいフルーツなんです。
系のフルーツ。うまい。これよ問題は。なんだこれ。まあ、今日はね、かなり平和な動画がやったと思うんだけど、まあ、こういうのも普通の中であると思う。